ブラウン軍はアメリカ合衆国オハイオ州の南西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は44,846人であり、2000年の42,285人から6.1%増加した。軍庁所在地はジョージタウン村であり、同軍で人口最大の村でもある。ブラウン軍はケンタッキー州とインディアナ州にもまたがる。 新ティミドルタウン大都市圏に属している。軍名は、米英戦争の時の将軍であり、ランディーズレーンの戦いで負傷したジェイコブ・ブラウン、少々にちなんで名付けられた。白バレー種タバコの記念碑1964年8月7日に、リプリーにあるタバコ博物館で除幕された、ブラウン軍は、白バレー種タバコの発祥の地と言われていた。1864年、 ジョージ・ウェーブとジョセフ・フォアがヒギンズ・ポート近くフレデリック・カウツ大員の農場でケンタッキー州ブラッケン郡から持ってきた種を育てた。それが明るい色の葉に白から黄色の模様がつく一種のものになったことに気づき異なる加工を行った。1866年にはバレエ種のタバコ2万ポンドを収穫し、1867年の セントルイスフェアで100ポンド58ベドルで販売した。1883年時点でこのタバコの主要市場は新シ,シナティシだったが、ケンタッキー州中央部とテネシー州中部の全体で栽培されていた。その後この種のタバコがバレー種と呼ばれるようになった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は493.45。 平方マイルであり、このうち陸地490.02平方マイル、水域は3.244平方マイルで、水域率は0.70%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ブラウン軍には、軍の様々な部門を監督する三人制の軍政委員会がある。ブラウン軍図、ブラウン軍は、下記16の軍区に分割されている。 ラジオ新聞、ありがとうございます。